こんにちは、ナビゲーターの萩原です。ドクターの元山です。さて元上先生、ネットや YouTube 上には様々なペニスの大きさに関する情報というのが出ております、はい、いろんな情報を見る中で今回注目したのはですね、ペニスの大きさにまつわる都市伝説は本当かということです、うん、結構いろいろあるんです、うん、で昔からいろんなペニスの大きさに関する情報、噂、都市伝説、僕たちが学生時代の頃にふざけてこう言ってたような話っていうのもあると思うんですけど、本当なのかをですね、元上先生に伺って検証したいと思います。はい。はい、あんま知らないんですけど、すみません。あ、そうですか。そうですか。聞いてみると、あ、そんなんあるかなっていうのがあるかもしれません。男性側の意見だけだと面白くないので、今回はですね、女性はそういうペニスの都市伝説って知ってるのかということで、はい、女性目線のサイトをちょっと中心に調べてみました。面白かった情報がですね、女性雑誌の先生、オッジってご存知ですか？まあ、OGGI のオッジですね。まあ、女性向けのおしゃれ雑誌として有名ですけれども、はい、オッジのネット版に、男性のペニスにまつわる都市伝説が紹介されていました。またなんかセレブそうな雑誌、セレブそうな雑誌で、はい、あのコスモポリタンとかも面白い特集やってたんで、またそれも別でお話します、はい、でまた同様に女性が見るサイトには結構面白いのが出ていたので、その辺をちょっとミックスしながら紹介していきたいと思います、はいはい、1番目はもう定番中の定番、はい、鼻が大きいとあそこもでかい、これご存知ですか？そうしてます、そうしてます。すげえ笑ってる。これはよく言われるんですけども、どうですか、何か根拠あるんでしょうか？ないでしょう。ないでしょ。今まで先生どうでしたか、患者様見ていて。で患者さんも鼻とペニスの大きさ比べないですよね。そうですね、うん、そうですね。これ実はネットでこの根拠を探ってみるとですね、はいはい、人種によるペニスの大きさの違いってありますか？それはあります、はい、で一説にはアジア人は鼻が小さめ、はい、でペニスも小さめ、はい、欧米人やアフリカの人たちは鼻が大きい、うん、でペニスも大きい、そこから鼻の大きさとペニスの大きさを関連づける都市伝説が生まれたんじゃないかと言われてますが、なるほどですね。まあ、人種でね、大きさは、はい、まあ、違いますからね、はいはい、こんな先生が乗らない企画ないわ。ちなみに高須クリニックの院長の高須克也先生は、はい、雑誌のインタビューでですね、はい、鼻の下の長さが陰茎の長さに比例するというのが、どうですか？先生はそれ結構違う、いい加減だと思いますけどね。どうですか？そこは、うん、あのその雑誌のインタビューの締めとしては、じゃあエロいこと考えてる人に、あ、鼻の下は伸ばすってことがありますね、うん、なんていうのはある意味でチンチン伸ばしてみたいな意味があったんですね、わははみたいな感じだし、ネタですよね。ネタですか、ネタですか。はい、次が身長が高いとペニスも長い。いやー、そうとも限らないし、ね、それは違うと思いますね。体格体型とは関係ない、あんまり関係ないと思いますけどね。まあ、私たちも患者様見ていて、まあ、来られる方ってやっぱり自信ない方多い、はい、ちょっとちっちゃめの方が多いじゃないですか、はいはい、身長すごい高かったり体格すごい良くても別に大きいちっちゃいないですね。なるほど、なるほど。逆になんか中肉中背という、逆に小柄でも立派なものを持っている人もいますよね。いますね、確かにいますね。人種で例えば大きい人種、欧米人の大きい方はペニス大きい方多いんですけど、はいはい、僕の考えではそう、成長ホルモンっていうのは限られてるんですよ、はい、その10代思春期で大きくなるのに、はいはい、それがペニスの方に向くか身長の方に向くかっていうのは自分では決められない。身長に向かっちゃった人は逆にペニスがそこまで伸びない可能性はありますよね。栄養がいってない、なんとなく栄養っていうか成長ホルモンの使われ方。ああ、なるほど、分かんないです。これはでも本当に僕はちょっと最近ちょっと思ってる節があって。そうですか、まあ、もちろん僕もこれからもっとねちょっと勉強して、はい、ちょっとそれ新たな学説が出たら教えてください、はいはいはい、18歳ぐらいになったら選ばしてほしいですけど、 どっちにしますかみたいな。3番目、太っているとペニスが小さい。これは、まあ、体型に栄養を取られてペニスが小さいんじゃないかっていう女性目線の意見がありましたけれども、あの太ってると見た目は小さいんですよ、これは明らかです。っていうのも脂肪がやっぱりペニスの前に乗っかっちゃってるので、はい、見た目は長くなりますけど、で、まあ、そういう、まあ、相談ね結構来ますけど、結構こう伸ばしてやるとそのいわゆる恥骨の中にペニスが結構長いのがあるんですよ、はい、だから脂肪が邪魔してる場合が多いんですね、はい、ペニスに脂肪が乗っかって埋まって、はいはいはい、さらに
皮が切り出されてしまって短く見えるというところですね。実際女性が性行為した時も脂肪が邪魔して密着度が減ることによってペニスの挿入感というか長さを感じることができないことがありま す、ね、長くしたいって言ってくる方の中に土手の部分に結構脂肪を集めある方がいらっしゃるじゃないですか、はいはい、出したらおまんじゅう1個分ぐらい、はいはい、で体格のいい女性なんかの太ももなんかも相対するとお互いに脂肪を邪魔して入らないですよね。そうですよね。じゃあ3番目の太ってるとペニスが小さい、どちらかというと見た目の問題であってペニスに栄養が取られてるわけではないということですね。でもその今最後の話とか女性の脂肪のペニスの挿入感って失われるんですか。僕はちょっと分かんないんですよそれは。そう見つかれながら入っていきにくいなっていうのはあるかもしれない。あ、そうなんですね、はいはい、あんまり僕その太ってるから経験ないんでちょっとそうなんです、ね、一般論です、一般論です、はい、はい、今までの人たち別に太ってるって言ってるわけじゃないですで次が育った環境、貧富の差でペニスの大きさが決まるかどうか、これさっき先生ちらっとおっしゃったことに関係あるかもしれない。これ実はとても重要で、生まれ持った男性ホルモンの量は違えど、幼少期から思春期を過ぎたあたりまでの環境は男性器にとって大きさを左右するという説がある。これは栄養の偏った食生活は、まあ、ストレスが大きく、ホルモンにも影響を与えると言われているから。裕福だと栄養状態も良く、生活上のストレスもない。だから成長しやすい、テニスも大きくなりやすい。貧しいと栄養状態も悪い。で、常に生活上のストレスを抱えている。だからペニスの成長が妨げられる。これ、高須克也先生も栄養状態とペニスの大きさ、長さは関連があるというふうにインタビューで答えておられるそうですが。はい、まあ、それは医学的にはありえます、ね。ありますか。ああ、はい。やっぱりじゃあ、栄養状態いい方が、まあ、体型もペニスも成長しやすい。まあ、栄養状態っていうのもあれです、カロリーだけじゃ言えないところもありますよね。あ、まあ、痛み要素ですね、はい、痛みとか、はい、そういうのも非常に大事です。これってでももう幼少期です。幼少期、幼少期から。幼少期までは決まっちゃうと思うんですよね、やっぱり。じゃあもう大人になっちゃうと遅いよ。そうですね。なるほど。最後です。はい、一番これ興味深かった指の長さとペニスの長さの都市伝説。これ、僕ちらっと聞いたことあったんですけれども、はい、薬指が人差し指より長いとペニスが長い大きいというもの で、はいはい、でこれ薬指には男性ホルモンの働きに大きく影響しているか、これはね、医者の方も言ってる人いますよね。あ、そうなんですか。これはね、本当かもしれない。僕はちょっとね、その真偽をね、ちゃんと確認していないんですけど僕も見ちゃいましたけど、あ、薬指長いんですよ。薬指が長いと人差し指より長いとペニスが長い。いやでもこれは2人してペニスの長さ喜んでる。確かね、はい、本当なんですよね、はい、確か。あ、そうなんですね。なんかで僕も一回調べたことあります、ね、おー、ちょっとこの辺先生また、はい、新たな大人見説が、僕もちゃんと勉強して、はい、また新しいことを、あ、楽しみにしてます。はい、はい、そしたらちょっとオッチに塗り込みましょう。はい、今回はですね、女性雑誌オッチで、特集された、あ、男性のペニスにまつわる話と、女性向けサイトに書いてあったペニスの話をミックスしたものを元上先生にぶつけてみました。意外と薬指と人差し指の長さ説は本当かもしれないということ、これが分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。